はいいいいどううもいつもつありがとごござざまますすミスティカルルチャンネルでございます、えー、今日は10月の31日です月末ということで、えー、今日も緊急配信でお送りさせていただきます首都直下地震および大地震が危ないというお話をしたいと思います10月後半もいろいろありましたまずは海外の地震情報からです 10月18日にバヌアツでマグニチュード6.1の地震がありましたでこれはバヌアツの法則ということで、えー、月末危ないですよという話を前回しておりますけれども震度でいうと5あたり気をつけた方がいいかなと思ってたんですけれども今のところそこまでの地震はないというところです そして次の日ですね、10月19日、ギリシャでマグニチュード6の地震がまたもやありました。で、このギリシャはバヌアツ同様ですね、今年よく揺れております。さあ、そしてマグニチュード6以下なんですけれども、まあ日本にちょっと関係が深そうなので特例として挙げております。10月22日、ニュージーランドでマグニチュード5.6の地震がありました。 まあこれはバヌアツニュージーランドエリアということでバヌアツの法則に当てはまってしまいますまあ実際この規模の地震は起きているということで後で詳しく申しますさあそして一番気になる地震といえば10月24日に台湾でマグニチュード6.3の地震がありましたこれはやはりまあこの10月24日から10日ぐらいは日本も大きな地震があってもおかしくない状況になっていると思われます これ世界でですね、大きめの地震といえばこのぐらいなんですけれども、ただマグニチュード4から5あたりの地震というもの、中規模地震ですね。その辺はめちゃくちゃ増えております。さあ次は国内を見ていきましょう。まず10月20日にですね、阿蘇山が噴火しました。まあこれは連日ニュースでも取り上げられていたので、皆さんも知っていると思いますが、まあ大噴火ということで噴煙を大きく上げております。 ただですね、まあここは中央構造線の入り口ということで、まあこれどう捉えるかなんですが、僕はちょっとプレートの歪みのガス抜きになったのかなという気もしないでもないです。ただですね、やはりその後揺れております。10月21日、東海道南方沖でマグニチュード5.8、震度3の地震がありました。まあこれは海の方なので体感はないということなんですが、場所が場所なんですよね。 やはり伊豆半島沖に地震の傾向が強くなってくると関東が揺れる可能性が高まってきます。さあ、これは規模は小さいんですが、どうしてもやはりこの東海道南方沖の影響かと思われる場所で地震がありました。山梨県東部富士五湖ですね。ここでマグニチュード3.0。 震震度1の地まあやはり場所が場所なんでちょっと気になるところですさあそして10月27日福島県沖でマグニチュード5.2震度2の地震がありましたそして次の日ですねまあ連動するように茨城県南部でマグニチュード4.6の地震があったということですマグニチュードは4.6なんですがこれ福島県沖なんかと比べて浅かったのか震度4と 結構揺れたということなんですね。まあですが今のところ10月初めにあったですね、震度5弱とか、えー、そういった地震は今のところないということです。ただですね、非常に気になる情報が入っております。これは昨日ですね、10月30日に入ってきたニュースなんですけれども、太陽フレアというものがあります。これはですね、太陽の内部での大爆発、これによって起こる太陽風というものがあります。 これを太陽フレアと言うんですけれども、で、太陽内での大規模爆発が起こっております。それによる太陽フレアの影響というものが5段階中5ということで、最大値の爆発が起こっているということなんですね。それの影響が今日とか明日、まあこの3日ぐらいの間に地球に届くということを懸念されております。 どういった影響があるかということなんですが、まあそれは磁場が狂うということです。要するに大地震の可能性が高くなると。そして電子機器なども影響が出るかもしれません。まあ皆さんちょっとね、気にかけておいていただければと思います。 そしてですね、僕がこのミスティカルチャンネルで何度も取り上げております。日本を代表する予言者、松原照子さんの予言で、魔の水曜日というのがあります。これは以前から言われているんで、えー、去年もこの魔の水曜日大丈夫かということで結構話題になったんですけれども、これはですね、松原照子さんが、えー、水曜日の祝日にですね、大きな地震が来るビジョンが見えたと。 いうことなんですね。で、これがですね、今年2回あるということで、5月の5日。で、5月の5日は何もなかったんですけれども、もう一つの日大丈夫かという噂が立っております。それがですね、11月の3日です。まあ今日から数えて3日後ということになります。ちょっとタイミング的に怖いなと思います。まあただ、太陽フレアの影響というのは、世界のどこに出るかがわかりません。 まあですから海外という可能性もありますがもちろん日本という可能性もありますさあそして都市伝説系の YouTuber が大好きなイルミナティカードというものがありますけれどもそういったカードでですね11月11日が危ないんじゃないかという噂もあるわけなんですねでこのカードが日本の銀座を表しているんじゃないかとで時計の針が11時11分になってると、えー、まあそういう話があるわけなんですね、まあ、だから11月11日と えー、いう話がああるんですけどもまあ、僕陰謀論に関してはもちろんですね闇の権力的なものは本当にありますしそして前にも取り上げてますがこのイルミナティカードはおそらくですね大予言者の予言を参考にしてるのかなと。 思います。だから当たっていると言われているようなカードもあるんですけれども、まあ僕はですね、前回、えー、10月末危ないんじゃないかということで、えー、要注意日あげましたけれども、やはり引き続き11月初めですね、10日ぐらいまでは危ないかなと思ってます。ただ僕的にはこのイルミナさんのカードに関しては何にも思いません。 特にですね、人工地震うんんという人に関してはもう何にも分かってないと僕は思ってます。で、最近ですね、僕とある霊能力者さんからお話を聞いております。もう大地震に関しては活動期に入っていると。まあそういう話はされてたんですね。そしてこれから大きな災害もあるかもしれませんと。ただ、地球規模で言うとそれはいいことなんですよと。まあそういう話もされてました。 人間にとっては都合が悪いかもしれませんが、まあ地球が風邪ひいて熱出しているようなもんで、これは地球が健康になるためには必要なことなんですと。こういう話もされておりました。確かにですね、大地が動くことによって、大地のエネルギーというものが増します。作物が育ち、プランクトンが増え、新しい生物がまた誕生するということなんですよ。もうこれは何百年何千年とかいう周期の地球の営みでもあるわけなんですね。 そういった自然の恵みに感謝もしながらですね人間はそういった自然の脅威も受け入れないといけないということなんですねですからその中でまずは生き残ることを考えましょうあなたの現実の裏側にも不思議なことはあるもんですミスティカルやなご視聴ありがとうございましたチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします皆さんもミスティカルチャンネルに登録してミスティカルマニアになりましょう